谎言。みんな、レインから連絡があった。シャムロックは明日、レアなクエストを攻略するらしい。これもクリア人数に制限がある、価値の高い限定クエストだ。俺たちで先行して、今日中に押さえておきたい。それじゃあログインしたら、エギルの店に集合してくれ。みんな、集まってくれてありがとう。シャムロックは南西にある峡谷のあたりに進むらしい。峡谷か。その先に何があるのかはわからないんだよね。峡谷の向こう側まで出られれば何かわかるはずよ。それじゃあ街で少し情報収集してから峡谷に行ってみようか。あそこにいるのってシャムロックの人たちじゃない？峡谷にいるモンスターを倒すにはブリューナクの奇跡というアイテムが必要だ。だが入手方法がわからないな。そうか、明日の攻略までに手に入れておきたいところだな。シャムロックはまだブリューナクの奇跡の情報を集めているところみたいね。よし、シャムロックに勝ったぞ。いや、これだから VRMMO はやめられないんだよな。みんなもお疲れ様。お疲れ様。レインちゃんからの情報のおかげだね。なあ、そうだな。お役に立ててよかったよ。あれ、ごめん、酒場にちょっと忘れ物しちゃったみたい。わかった、ここで待ってるから取ってこいよ。でもレインちゃん、一体どんなやり方でこの情報を知ったんだろう。さあ、まあでも今回シャムロックより先行できたのはレインのおかげだな。そういえばこのブリューナクの奇跡って何の効果があるんでしょうか。使い方はわからないけど重要なアイテムみたいね。実際に使ってみればわかるんじゃないかな。お待たせ。おう、おかえり。それじゃあ早速峡谷に行って確かめてみよう。おう。手ごわそうなモンスターだな。ああ、こりゃなかなか骨が折れそうだぜ。好吧，战斗感觉很难打，会打很久。みんな準備できてる？和白痴一样卡超久啊。那我一定卡更久啊，我灵音几乎没什么练呢。はい、バッチリですよ。千年之后不会只有新爆气流斩，不是已经变成西瓜榴莲斩了吗？あたしもいつでもいけるよ。よし、あいつを倒して先に進むわよ。剑技会变成西瓜加榴莲。支线更麻烦，一堆人要练。那还是不要玩好了。哎呦，怎么又复活了？怎么？何度でも出現するのか？必须，你要虚西瓜榴莲吧？このモンスター、普通に戦っただけじゃ倒せないのか？もしかしたらさっきゲットしたブリューナクの奇跡ってここで使うんじゃない？キリト君、試してみて。よし。お、モンスターが消えたな。玩。我是不会买的，如果有人愿意跟我换游戏的话再来玩吧。今度こそ倒したんだね。行き当たりばったりだったけど、とりあえず戦ってみて正解だったな。パパ、このボスを倒したのはパパたちが最初ですよ。哇，同人爽爆。そうか。千年角色多。よし、今回もシャムロックより先行してクエスト攻略。ビカビカ。感谢你有意义的发咯。
哎、欸，真的，我打这辛苦，结果被一颗石头干掉。でもこれってさ、あのセブンちゃんと敵対してるってことになるんだよね。まあ、そうだな。でも俺は手加減しないぞ。キーボー燃えてるな。なあ、行くぞ。この先に進むとボスがいるな。来吧，头目。头目。このままボスに挑戦しよう。そう来なくちゃ。絶対勝つわよ。三头蛇哎，三头龙。よっしゃ、クエストクリアだぜ。このボスを倒したのはパパたちが最初ですよ。哇，同人整个爽。やったねキリト。レインの情報は相変わらず的確ですごいな。このクエストを攻略できてるのはまだほんのわずかみたいだ。うん、そうみたいだね。でもレイン、どうやってこんな情報を入手してるの？それは企業秘密。貴様、スメラギ。お前たちには悪いけど、先に攻略させてもらったよ。ところでそこの貴様、最近注目のトレジャーハンター、確かフィリアとか言ったな。俺たちの動向を把握していたのか。何のこと？まあいいだろう。それも戦略の一つ。シャムロックが提唱するものは、種族が異なるプレイヤー同士の共存だ。競争に勝った負けた程度で俺たちから波風を立てるようなことはすべきではない。それがセブンの望み。あんた、なかなかいいこと言うじゃないか。そういう考え方、俺は好きだよ。貴様に好かれてどうする。あの時街で会った男だな。慣れ慣れしくもセブンと親しげに会話をしていたからよく覚えているぞ。おおお、有醋的味道，酸酸的。スプリガ、確か名前はキリトだ。欸，同人整个超爽欸。キリトだと。なるほどな。数ヶ月前から圧倒的な速度で ALO 攻略を進めているパーティーがあると聞いた。そのリーダーの名がキリト。俺たちはギルドでもない、ただの仲良しパーティーさ。まあでも、あんたたちシャムロックにしてみれば、俺たちはライバルってやつなのかな。ライバルか。いいだろう。その言葉、宣戦布告として受け取ってやる。哦，同人还有把他们当作竞争对手哎，我还以为他完全不把对方放在眼里。なんならここで。戦ってみてもいいんだぜ。面白いやつだ。またお前とは相まみえることになるだろう。その時は相手をしてやる。そうか、楽しみにしてるぜ。あれ、キリト、あのセブンと会ったことあるの？あ、いや早速バレたんだな、キリト。バレちゃいました。なんでお前独り占めしてんだよ、セブンちゃんとのつながりをよ。俺さ、七色博士の提唱する考え方とかに興味があったんだよ。有人生气了。生气气。あの子が提唱するネットワークにおける社会性ってやつをさ、一度面と向かって深く聞いてみたい。同人又在讲一些借口。それにあんな小さな子が自分の研究のために妙に大人ぶって必死になってさ、なんだかかわいそうになってきたというか、放っておけないというか。でも最近本当によくセブンさんのファンの方々を見かけます。ファンというか、追っかけって言うんでしょ、ああいうの。特に攻略に参加するわけでもなく、まったくあいつら何しに来てるのかしら。まあでも
スバルトエリアの難易度の高さはもうプレイヤーの間でも周知の事実だし、熱心に攻略してるのは私たちと上位ギルド数チームだけ。じゃあ今この新エリアにいる大勢の人たちって、あの子の追っかけ、クラスタってことね。そうなのか、残念だな。みんなもっとゲームを楽しめばいいのに。まあさて、シャムロックよりも先にこの新エリアを踏破しようぜ。あ、いつの間にか奥の扉が開いてるよ。本当だ、行ってみよう。このレバーってなんだろう。ねえ、ここ何か書かれてるわ。これって風の魔法装置の時に書かれていた文字と同じじゃない？確かにそうね、古代文字。ということはこのレバーは気流装置に関係するのかしら。試しに操作してみればいいんじゃない。えい。おい、ストレア。わあ、この音何ですか。おい、宝箱が出現したぞ。気流装置じゃないのか。绝望之箱。また箱が出てきた。中に何か入ってるよ。取り出してみるか。よっちゅー！ダメだ、熱すぎて出せねえよ。大丈夫、箱から出さない方が良さそうだね。ねえねえ、これどこで使うんだろうね。熱が関係する場所なのかな。そんなのあったっけ。フィールドにまだ探索してない場所があるんじゃない。見落としている可能性はあるな。調べてみようぜ。なんだこりゃ、滝が凍ってるぞ。カチカチに凍ってて、攻撃したとしてもびくともしない感じね。さっき見つけたアイテム、あれを試してみてもいいかな。試してみる価値はありそうだな。どうだ。なるほど、試してみるか。クライン、よっしゃ、この熱いのを投げ込んでみるぜ。それじゃあ行くぞ。滝がものすごい勢いで溶けてるよ。やっぱり滝を溶かすためのアイテムだったんだね。見て、滝の裏に遺跡があるよ。哇塞。ああ、行ってみるか。キリトさん、どうしたんですか。複数のプレイヤーがこっちに近づいてくるぞ。もしかしてそれって是黄スメラギたちが追いついてきているらしい。スメラギ、スプリガンのキリト、なかなかやるようだな貴様。好凶。また会えたな。この前約束したデュエルをしようぜ。あ、怎么突然你要决斗。キリト君、也太突然了吧。今はダンジョン攻略中だぞ。今はどちらが先にこのダンジョンを攻略できるか、それが勝負だ。 CG 集有影片了吗？有，可是还没有全部都拿到。だけどさ、目の前に強いプレイヤーがいるんだぜ。分からんやつだ。そんなに戦いたいのなら。これで決めて。おお。頑張って。なかなか腕が立つようだな。え、メガ全部打掉。まだ決着はついていないぞ。え、该不会是我掰了吧？我刚没有看注意到我的血。その実力と気概は認めてやる。だが、今はダンジョン攻略が優先だ。だけど、
さっきも言ったが、ダンジョン攻略で我々と勝負すればいいだろう。我刚到底有没有掰啊？キリタ君。お前は。レイン。嘘つきレインじゃないか。为什么是骗子レイン？いや、参ったな。どういうことだ。レインはシャムロックの奴らと知り合いなのか。それに嘘つきって。なるほどな。お前がこいつらを手引きしていたということか。どういうことだ、レイン。少し前、彼女は嘘をついてメンバーを騙し、シャムロックに加入した。しかし嘘が発覚し、ギルドを追い出された。だがギルド脱退後も、登録解除までのタイムラグを利用して情報を得ていたというわけだ。有一个影片是林音唱歌跳舞，那我应该还没有遇到。いやいや、バレちゃ仕方ないね。レイン、ごめんね、キリト君。攻略合戦に水を差しちゃってさ。まあ姑息ではあるが、これも攻略手段の一つ。潜り込まれた俺たちに落ち度があったのも事実だろう。言いたいことは分かった。俺たちは一旦この場を引くことにする。だからレインに関しては見逃してもらえないか。哇塞，就算妹子错还是要维护妹子，不愧是同人。見逃すも何もない。さっきから俺はこういうやり方もありだと認めている。だが貴様が勝負を投げるのなら仕方ない。これで俺たちがまた一つ新エリアの踏破に近づくというだけだ。さあ、用が終わったなら早く去れ。さあレイン、一緒に行こう。一度町に帰ろう。みんな、今話した通りだ。彼女にたとえどんな意図があったとしても俺はレインを責めるつもりはない。哇塞，晕船了，晕船了。だからみんなも許してやってくれないか。同人整个大晕船ね。私は納得できないわ。妹子再怎么黑，同志还可以，还是可以把他弄白，真的。他现在整个超级大晕船ね。シノ。いくら相手が許してくれたとしても。そこまでした理由は何だったのか知る必要があるでしょう。まずそれを教えなさいよ。待ってくれシノ。せっかくあの世界から抜け出せて、こうしてみんなで仲良く、今度こそ本当に楽しくゲームが遊べるって思ってたのに、私は変なしこりを抱えたままプレイはしたくないわ。ごめんなさい。私が悪かったの。もう私みんなの周りをうろちょろしないから。哇，他用这种语气说这种话，同就算走了，同人也绝对会把他拉回来的。だからこれ以上友達同士で喧嘩をするのはごめん。私は。哇，同志舍不得。レイン、ちょっと席を外してくれないか。完完，要开始调教。调教后宫时间吗？みんな気を悪くさせちゃったな。俺からも謝るよ。開始。でも俺はレインを信じる。あいつには何か事情があるんだ。別にシノンさんに賛同するわけじゃねえけどよ。どんな事情があったとしてもギルドの内部情報を勝手に使うのはモラルに欠けるんじゃねえか？確かに。レインが嘘をついてシャムロックに入ろうとしたのは事実みたいだけど、俺は当時のギルド登録データを使って内部情報を入手していたというのは何かの勘違いで、実は違うんじゃないかと思ってる。はい、私もそう思います。ギルド脱退後は登録情報も強制消去され、シャムロックの動向の入手は不可能です。それなのにレインは否定しなかった。きっとお面をかぶってでも何かを隠し通したかったに違いないんだ。じゃあどうしてシャムロックの情報を。そもそも
あの子が隠してることって一体。それはわからない。でもあいつにとってはすごく大切な何かで。あ、調教快成功了。みんな冷静になりましょう。私たちはあの SAO 事件を乗り越えてきたのよ。哇，不愧是雅斯娜，已经整个人变成童子的形状。それに比べればこんな問題大したことないでしょ。まあそうかもな。もちっと冷静になれってことだな。哇，又純粋にゲームを楽しんでんだ。又一位变成同人的形状。シノ。そんな顔しないでよ、キリト。哇，西诺也要再度变成同人的形状，哇，调教成功。私はこの世界で楽しく遊びたかったから、それが壊されるんじゃないかって少し不安に思っただけ。这边隐瞒是姐妹的事实。みんな、ありがとう。レインのことは少し俺に任せてくれ。同人应该也还不知道他们是姐妹吧？暂时先交给你。哇哇，有点不妙。可是感觉后宫一定会答应。きっとあいつには何か目的があるんだ。わかった。キリト君に任せるよ。私たちは今まで通りスバルトエリアの攻略を進めよう。哇，两人独处时间，好刺激哦！紧张，紧张。そうね。それじゃあ気を取り直して攻略を再開しましょう。中途半端で帰ってきちまった。滝の裏の遺跡から攻略再開ってことだな。ああ、まずはあそこを攻略しないと先に進めないだろうからな。レインもよろしくな。うん、ありがとう、キリト君。この先に進むとボスがいるはず。思う？シャムロックに遅れは取りたくない。このままボスに挑もう。わかったわ。頑張ろうね。哦，同人好胜心真的很强。やったね。クエストクリアね。このアイテムは風の魔法装置起動で使ったものに似ているな。あの紋章ね。キリト君、これがコード制限解除キーになるのかな。装置というとこの島の中央にも謎の装置があったよな。この装置がコード制限をかけてるのね。コード制限がなくなれば今まで行けなかった浮島の攻略に行ける。俺っちが調べてみるよ。うんうん、こうなってるのか。道具放进去。同人福利装吗？同人就只有那个一般服装跟GGO 服装而已啊。 GGO 服装就是你现在看到这个样子，如果更养眼的好像就没有了。技巧真高超。アイテムをセットするぞ。なに？おお、アイテムに反応してるようだな。高度制限機能を解除中。哇，可以飞高高了耶。制限解除、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 制限解除された。試してみる。ああ、そうだな。待て、何かおかしいぞ。泣いてとうとう。見て、モンスターが。あの装置ってトラップだったわけ？いえ、トラップというよりコード制限後のクエストに挑む前の壁というか。哇，这比较像是冰关的大 boss 吗？門番みたいなものだな。ここは戦うしかなさそうだぜ。なんか動き出したよ。みんな気をつけて。又可以由下往上看。
过我知道最有料的是领主大人。やったね。これで氷山の島はクリアかな。そうみたいだな。この先は高度制限で行けなかった場所の探索になるのかな。高度制限がどうなったのか試してみたいぞ。なあみんな、流行る気持ちはわかるが、高度制限解除により新たに行ける場所が一気に増えてな。アイテムの補給を兼ねて、俺の店で軽く作戦会議しねえか。アイジーは怂恿消費。いいわね。マスターの入れるお茶美味しいしね。それじゃあひとまず町に戻ろう。